はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2月24日乙女座満月から3月10日魚座新月までの流れ、この2週間をタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ペンタクス5の逆、ペンタクスページ逆、ワンド6逆、ソードキング逆、カップ7、カップエース逆、ワンド7、気をつけることは、対策はソードの8とペンタクス6とオラクルは、はい、ペンタクスのクイーンですね。はい、わかりました。まあ今ね、ちょうど2月24日ってもうね、太陽も魚座に入ってますし、自分お誕生日迎えてる方はおめでとうございます。こう自分自身に光が当たるっていう時なんですよね。で、この特にこの2週間、まだ3月10日以降も魚座に入ってますが、特にこの、そうですね、なんか自分自身に光が当たった時に、こうやったー輝けるっていう方と、なんか不都合なところに光当てないでみたいな方もいらっしゃるかもしれないので、こうどっちの面が出るかなって思っているんですが、まあ、星の流れで言うと、そのなんていうのかな、みんながこう自分の自我に目覚めていくとか、もっと自分らしくあろうっていう動きが社会的にこう強くなってくる、この動きが大勢の皆さんにとってはこう直接自分が何かじゃなくて、周りからなんかこう持ち上げられたりとか、なんとなくこう動かされるみたいな感覚を感じてるかもしれませんね。結局自分決めて動くのは自分なんですけれど、なんか周りからこう動かされてるみたいな、押されてるみたいな気がして、よいしょって動き出すのかもしれません。で、ちょっとカードで見た時に、あ、ちょっとその前にすいません、その星の話の続きなんですが、ちょっとこの2月24日の満月っていうのは、その自分自身がどう、これからどうあるべきなのかなっていうことをこう漠然と感じやすい時なんですけども、魚座の皆さんにとってはですね。でもその時同時に他者のことをすごく気にするっていう感覚もあるかもしれません。乙女座の満月ってすごく細かいところに気がつきやすくて、特にその他者からの言葉を必要以上に敏感に受け取るっていうこともあるので、もしかしたらで、ちょうどなんか意識がね、自分はこうありたいのかどうありたいのかって思ってる時に、他者の言葉って響きやすいので、ちょっとそれが影響を受けやすい、良くも悪くも影響を受けやすい。で、いいバージョンでいくと、すごく自分が大好きな人とか、いいなと思ってる人からの、なんかいい言葉を聞いたりとか、もしくは感化されて、いや、自分も頑張ろうみたいになるでしょうし、または、なんとかしたいなって思ってる時に、こう、決定打を打つような、あ、やっぱり、こう、あ、この人は無理かも、みたいに思うような、何か一言言われたりとかして、何かね、こう、他者に対してね、敏感に反応しそうだな、っていうのが、この2月24日の満月なんですけども、まあ、これ少し、時間が経てばすぐにまた回収、そこまで厳しい感覚にはならないので、もし今ですね、人との関係でちょっともやもやしてるなっていう方は、ちょっと2、3日すれば落ち着くかもなというふうに思っておいてください。そしてカードで見る限り、まずこの2週間っていうのはすごく自分が大事にしたいものを大事にできる2週間だよっていうふうに言われています。これまで自分が培ってきたものや勉強してきたものっていうものをしっかりと表に出せたり、また何か作っていく、作品を作っていくとかもそうですし、こう携わってきたことをきちんと自分でなんか眺めたり、こうめでたり、あ、もっとこうしたい、こうしたい、こうしたらいいんだな、みたいなことを思ってこう大切にしているっていう2週間なので、その点ではとても豊かですよね。どのような、皆さんそれぞれにどのような状況であったとしても、あ、やっぱり自分はこういうことを大切にしていきたいんだっていう、なんかこう、このカードが示しているように、なんとなくこう動物だったりとか、こう植物だったりとか、こう自分がしっかりと椅子に座った状態で自分の大事なものを手にして、それを眺めているっていうカードなので、ものすごく何か状況がガラッと変わるというよりは、自分が座りたい椅子に座り、自分が眺めたいものを眺め、構築していきたいものをしっかりと考える時間があるよっていうような時です。なので、これお仕事で言っても、まあ安定してやっていけますし、もしくは何か勉強もまあ培っていく、もっと伸びていくっていう感じもありますし、まあ比較的安定してますよね、このオラクル的に。なので2週間はそういう2週間なんだなって思っていただくのと、
やはり今その他者から刺激を受けつつも、でも結局注目すべきは自分の価値なんだなっていうのも、言われています。そして入り口がねペンタクスの5なので、今この瞬間はもしかしたらですけど、今この動画をご覧いただいているこの瞬間はなんかあまり心地よくないかもしれないですね。自分なんてって思ってたり、あれが足りないとか、なんか今の状況って変えたいけどなかなか変わらないなみたいな、そんな感覚でいるかもしれません。だけどですよ、あのカードでは、いやこれまでその完全に諦めてるとかではなく、何か一つのきっかけをもとに物事って変わっていくんじゃないかと思って、何かしらちょっとは仕掛けてきましたよねって感じがあり、あのそのちょっとした仕掛けっていうのは全然無駄じゃないですよっていうふうに言われています。そしてただその小さな仕掛けがあまりこれまでは効果的じゃなかったのかなということで、なんかあまりそれが状況に反映されなかったみたいですけども、そしてなんか自分の中では動きようがないとか、どうすればいいのかわからないみたいな、ただただストレスとか不満とかがちょっと溜まりやすかったのかなと思いますが、ちょっとこれはですね、またあの2月の末にね皆さんに LINE でお届けするんですけど、3月の星の全体運っていうのはあのちょっとね、何だろうな、この春の陽気とともにね、凝り固まった思考とか状況とかがこうちょっと流れ出すよとか緩み出すよっていう時なので、この緩み出した時にこうガチガチのこう思考であれをしてこれをしてってい う, こう計算ではなくって、なんとなくこうなったらいいなっていう、こう漠然とした思いだったり、自分の心地いい感覚から来る未来っていうものを、こうあこういうのもいいなみたいな、こう想像するのがとてもいい時なんですね。で魚座の皆さんってそういうの得意だと思うので、あのそういう心地いい形で想像していただくことによって、あの喜びが増してくるっていうふうに出ています。なので今見えていない、なんかなんとなく今自分は雪の中裸足で歩いてるのかなみたいな、そういうなんかあまり恵まれない状況にいるのかな自分はって思ってるところから、あのあそんなことないなって、未来はいつでも自分次第で変えれる、あのいつでも状況って変わるよね自分の気持ち次第でっていうところで、急にねあのいい未来を思い描き出すっていう流れがあります。これはまああの流れ的にもね、今その太陽あの魚座の皆さんに光が当たってますから、まあ、多少ちょっと厳しいところがあったとしても、例えばまだまだ向き合わなきゃいけない課題完全にクリアになっていないとしても、この状況の中であの自分の心地いいものっていうのを探していけるなっていうふうに出ています。そしてそれがね一応ね手に入りそうというか、入っているというか、あの喜びあるんです、あるんですけど、何かが引っかかってあの手放しに喜んでるわけじゃないんだなっていう感じでも、実際喜びはあるんですよね。私から見るとまだちょっと逆なので、手放しに喜んでるってわけではないんですが、でも喜び入ってきます。なのでここでやっぱりしっかりとね、自分がこういうのがいいなとか、こういうのが好きだなとかっていうのイメージをねちゃんとあの持っておくのは大事だと思いますね。そしてもし何かしらちょっと心配する出来事があったとしても、自分の立場はねちゃんと守れますよっていうふうに出ています。これは病気とかでもそうだと思います。なんかもしこうね、病気も分かんないですもんね、どうなるかって。例えばこの薬が合うか合わないかも分からないけど、あのもしなんか副作用とかそういうのが出たとしたらこう、出なかったらこうみたいなあったとしても、その自分の立場を守れますよって出てるってことは、あまり悪化しない感じなんですよね。であのお仕事でもそうです。お仕事でもこう、もうお仕事に限らずですね、今自分が置かれてる状況とか立場とか、そういうものにもし何かしらの不満を持ってらっしゃる方っていうのは、あの不満に思っていたけれど違う角度から見たらこれって結構いい状況じゃないとかっていう形で、違うなんか可能性が見えてくる。そしてよくよく考えたら自分の立場って守られてるよねみたいな形で、あの必死でやってるかもしれませんが、決して悲惨な状況ではないということに気がつくっていう感じが出てます。そしてぜひねこの2週間は魚座の皆さんに当たっている光というか、届けられている光をふんだんに自分でも感じながら、自分のこう、自分にかけている呪縛というものを本当にあの北風と太陽のようにね、ゆっくりと溶かしながら、その優しさを、あの魚座の皆さんの優しさやいいところを周りの人にもね分けてあげてほしいなと思いました。
なんか自分のためだけで頑張るってなるとね、どうしても大座の皆さん弱いというか、そこまでにしなくていいかってなるんですけど、誰か大事な人のためにとか周りの人のためにやるってなったらすごい力湧いてくると思うので、ぜひそのいや私なんてっていう思い、自分で自分を縛ってる思いっていうものをぜひここからの流れで溶かしていただいて、溶かすっていうのはどうしたらいいかって言ったら、こう楽しいことを想像するとか、そういうことね、先ほど言ったなんかこうなったらいいなってこう漠然とイメージすることによって、だんだんその凝り固まっていたものが溶けてくるって、ね、出てるので、そう溶けた後はですね、ぜひそれを皆さんにシェアしたり周りの人にシェアして、自分の損得だけでなく喜びのためにシェアすることによって、自分の立場も守れるし、基本的にこの二中間っていうのはこう豊かにゆったりと自分が大事にしたいものを大事にして過ごせますよっていうふうに言われています。うん、そうね。なのでまあこれを例えばですけど、ビジネスに例えて言うと、ちょっと自分が損したなとか、この仕事しんどかったなとか、これあまりいい結果にならないんじゃないかなって思ってることもですね、見方によってはこれってすごくいい経験だなとか、この経験を通して自分ってもっと違うことにチャレンジできるなっていうことで、全然それは無駄ではない。ただ何かしらの結果が出るかっていうと、心配してるような結果にはならないけれど、そんなに余裕ではないけれども、自分の立場を守って今あるなんか状況っていうかな、そういうの仕事はキープしていけますよっていうふうに言われてます。で、恋愛とか人間関係で言うと、まるでなんか自分が愛されてないかのような感覚があるんですよね。そう思い込みです、これは思い込みですよ。もしかしたら自分ってそんなに魅力ないんじゃないかなとか、大して人間じゃないしなみたいな感じで自分を卑下しているような感じがあるんですけれども、なぜでしょうね。それはちょっと見てみようかな。いや、ありますよね。優しさある、他者からの優しさ届いているけれども、なんか自分がそれを受け取り損ねているというか、そこに置いてくれてるのに気づかないで通り過ごしているっていう感じがあって、なんだろう、いやさちょっとねすいません、最近よく思うんですけど、自分が生まれた時からずっと自分じゃないですか。自分のこと、自分は自分とずっと一緒じゃないですか。たかたか1年とか2年とか関わった人のに私の良さの全ての何が分かるのって思いませんか。なので自分で自分のいいところをいっぱい見つけて、ずっと自分でいるわけだから、自分を大好きになってほしいなと思うんですね。その他者からの承認とかこう言葉っていうのももちろん時にはすごく力になりますけれども、でも自分の全てを認めてくれてるわけじゃない。その人が自分の全てを知ってるわけじゃないなら、その人に自分の幸せの全てを委ねるのはおかしいという形で、もし何か人間関係で悩んでいるとか、なんかうまくいってないなと思うことがある方は、そのね、なんか自分が失ってしまったみたいな感覚っていうのは、全くもともと失っていないっていう感じが私の中ではあるんですね。でちょっと見てみようかな。ペンタクルスの9とワンドのエースですね。なるほど。より高みを目指してとか、もっといい状況を考えたらこういう状況になるべきだったとかって思うかもしれないんですけど、なのでそうならなかった自分を責めたり、そうなろうとしてくれなかった相手を責めたりしやすいのかもしれませんが、どのような状況であったとしても、この時代にこの時にその人と関われたっていうのは素晴らしいことで、それができた自分を誇りに思ってほしいんですね。決してそのもっとこうしなければっていうふうにこう対策として何か打ち出すとかではなく、すでにそのことを経験した自分が誇らしいっていう、素晴らしいこの経験ができた自分はっていう形でいくことによって、じゃあもっといい経験できるかなっていうことでイメージが湧いてくるっていうふうにしてくださいね。でそうなると、喜び出てきそうなんですけど、ありそうなんですけれど、またそこで自分を守ろうとする無意識のね行動になりやすいのかなと思います。誰も自分を傷つけることはできないっていうふうに思っておいてくださいね。ちょっとねオラクルも一枚見てみようかな。
いや、ちょっとセルフセラピーカードにしましょう。この、2週間で魚座の皆さんが気をつけること見てみます。はい、罪悪感ということで、無理に重荷を背負わないでくださいっていうふうに言われてます。なんかそうだね、こうせっかく流れが来てるから頑張らないととかもそうだし、なんか誰かに認められるためにはもっともっと自分を頑張らないととか、なんかこう必要以上にもしかしたら罪悪感というものを自分が背負っていたかもしれないし、もしかしたらその免罪符として自分が必要以上に頑張ろうとしてしまっていたかもしれないので、そんな重たい荷物は下ろして大丈夫だよっていう感じがします。ちょっとね、対策見ますね。どうしたらいいの？これ手放すって出てます。そのままですね、そのままこの重荷を抱えてる状態から、いやもう手放していいよっていうふうに言われてます。もうそれは過去のことだからとか、それができたらどんなギフトが与えられるんでしょう、この2週間で。はい、おお、フローということで流れに乗っていきますね。誰かと一緒に、誰と誰とでしょう、流れに乗っていきますね。ちょっと今後ちょっとトータルでね、最後1枚引いてみたいと思います。これだね、もうピースってこと、平和です。平和が訪れます。平和が訪れる、いいですね、いいですね、とてもいい流れですね、この4枚、ちょっと要するになんとなく感じるのが、これ以上痛手を負わないようにとか、これ以上ストレスとかね、プレッシャーを感じないようにということで、ちょっと消極的になっていたのかなっていう感じがするんですね。で、もちろん人は休むときは休んだ方がいいし、会いたくないときは会わないっていう選択ももちろんいいんですけれども、そのちょっと消極的になっていた理由自体が、もしかしたらより一層自分で自分を追い込んでいたかもしれない、自分なんてっていう気持ちが自分をもっと追い込んでいたかもしれないけど、全然そんなことを経験できた自分は誇らしいっていう風に思っていくといいです。そしてなんかいい経験してるはずなんだけど、なんかそれに対してもクエスチョンマークを持ってるのかなっていう感じがして、いやいやいや、そんなことないですよ。なので、まあそうね、要するに自分の頭の中で繰り広げているその物語は本当なのかどうか、それは本当に自分が勝手に想像している出来事なのか事実なのかってわからないですよね。ほとんどが想像だと思うんです、人って。なので過去に起きたことは、そのことはもう終わったことだから、あの時こうだったのかな、ああだったのかなっていうのはやめて、いろんな経験できた自分って嬉しいなって思って、ここからきっと新しい流れ始まるなっていうふうに思っていただくと、また3月10日のね、新月からね、パシッと切り替えることもできますし、それまでにゆっくりとイメージを膨らませて、今あるね、価値っていうものを感じていってください。はい、ということでここまでにしておきます。あとですね、ちょっとお知らせなんです。今回ね、ちょっと2月3月とイベントをして、すごく楽しかったです。3月のイベントはちょっともういっぱいになってしまったんですが、4月はね、個人鑑定をやろうかなと思っています。で、個人鑑定もちょっと枠が決まっているので、どうしてもメンバーさんが優遇されてしまうので、もしご興味ある方は、もう我こそは絶対受けたいという方は、概要欄からメンバーシップの詳細をご覧ください。これは LINE でもアストロ&タロットフレンズどっちでもチャンスがあります。そしてお知らせはほとんど LINE で お送りしますし、3月の、ね、星全体の星のメッセージというのも毎月 LINE でお送りしてますので、もしまだ登録してなかったという方はぜひ無料会員さんでもご登録をお待ちしております。ということで、この2週間ぜひ大阪の皆さん、いい時間になりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。